さあ食べろ。あんたダメ、あんたダメ、やめて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 、もう、うん。喋りたいの、喋りたいの。見てるだけ、見てるだけにして。今亮が実家に帰ってて、実はあの友人の結婚式があってで帰ってて、俺多分彼と付き合ってから、まあ今日まで一緒にいない日って多分きっとなかったと思うんだよね。だからもうどうしていいかわからない俺で。俺ともちまるはお留守番だよね。ね、投げれないです、食べれません。食べれるのかな。そんな、やめて。ちょっと俺がそこに机を置いたのもなんですか。あんた、ここにいなさい。こっちにいて。まあいいや。俺一人で外食とかできないんですよ。実は。こう見えて。一人で松屋とかも行けない人なんですよ、実は。なので、もう、今日は納豆ご飯で平気。いただきまーす。一人だとね、ちょっとね、やっぱ手軽になっちゃうよね。あ、美味しい。あ、美味しい。大好き納豆。うん。でもこの一人の状況がさ、初めてすぎてさ、なんか何をしていいかわかんないの。一人暮らしが多分、俺は6年ぐらい。15、16歳から22ぐらいまでで。で、彼と過ごして、今年30で8年ぐらいでしょ。もう一人暮らしの時期、とっくに超えちゃってんのよね。だからもう、わかんなくってどう過ごしていいのか、夜とか。で、昨日めっちゃなんかお酒飲んで、でも本当に、なんか朝から二日酔いとかでさ、もうそうなると今日お酒飲む気持ちにもなんなくってさ。だからマジでさ、することがなさすぎんの。だからもう今、もうすぐ11時なんだけど、なんかもう9時ぐらいでもう寝ようかなって思ったけど寝てない。あ、美味しい。美味しいよ、餅。なんかヘアサロンね。あの、ホットペッパーでいつも予約すんの、ホットペッパービューティーでさ、担当の美容師さんのスケジュール見たらさ、予約ができなくてさ、全部バツでさ、1週間後、2週間後、3週間後とかもずーっとバツ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 で予約全くできないの。俺誰に髪切ってもらえばいいのかわかんないんだよね。どうしよう、マジで。ロン毛にする？このまま。昔のキムタクみたいにしちゃう？まあ、おいしい。足りないわ。今日めっちゃ食ってんだけどね、実は。もう朝から。もうなんか飲んだ次の日ってなんか胃がバカになってるからさ。なんかチャーハン2個とかウーバーで頼んで、その後パスタも食ってるし、いろいろ食ってるけど、足りない気がする。でもいいや、別に。なんか男ってさ、美容院って変えられないのよね。なんか女性とかはさ、え、ここは無理だ、じゃあ次とかなんかそういう人も多いと思うんだけどさ、俺、なんか、毎回初めましてからの、どうしますか、どうしますか、どうしますかってさ、だるくない？そのやりとり。だから俺ずーっと変えてなくて、美容院。だから、その人が急にいなくなってて、え、と思って。どうしたらいいの？マジで。ちょっと気軽に髪切ってくれる人、コメント欄でお待ちしてます。ちょ、かっこよくしてほしい。テテとかにして。顔は無理だけど。うん。今遊ばない。もう夜遅いから。うまいな。納豆ってなんでこんなうまいんだろう。
食べ終わっちゃった、もっちゃん。でもこの納豆1個しかないんだよね。あ、もうダメダメだ。もう今はダメ。それやめて。遊ばない。もう遅いから、どんどんうるさいから、ダメ。やめて。もちまる。うん、あ、もうやめてやめて。やんないでやんないで。ここいなさい。ここいね。ここいて、あんたもう。ごちそうさまでした。どうする、もちまる。何する。いっぱい飲んだ日の次の日ってなんでこんなにやる気が出ないんだろうね。てか、まあ、あれなんだよな。飲む量もまあもちろん、おかしいんだけど、やっぱ混ぜるのが良くないんだよね。なあ、もう。口喋っていいでし。口喋っていいんでし。だ、なんかお酒飲まなければ、本当はもっと効率のいい時間の使い方ができるのかもしれないね。でもただ俺趣味がなさすぎて、お酒とかご飯さえなくなったら僕多分本当に全くやることないんだよね。ね。ゲームとかもちょっと苦手な方だし、何が趣味なんだろう俺は。なんか料理とかも別に趣味というか、やるものぐらいに思ってるから、ちょっとあんまり趣味かって言われてちょっと微妙なんだよね。あ、うどんあるわ。うどん？うどん作るのめんどくさいでし、もちまるちゃん。なんて作ってよ、うどん。ね、作ってよ。俺毎日ご飯出してんだからさ。うどんファーティー茹でて。おう、はい、何？何言ってんの？ YouTube 撮ってる。あ、そうなんだ。おう、家なの？実家。なんか誰か他に見てるの？あ、見てないよ。俺今別の部屋で一人で喋ってる。おう、どうなのよ、熊本は。まあ、騒がしい？まあ、ゆっくりしてよ。あ、ねえ、びっくりしてね、おじまりちゃんね。どこからパパの声が聞こえるんだろうね。おじまりちゃん、いい子にしてますか？してるよね。ねえ、もち。してます。終わりました。あ、はい。じゃあ、そう、YouTube のあれ頑張ってね。うん。雨はどうなの？台風。確かにね、雨かも。かわいそうに。埋まったから別に大丈夫。まあまあまあ、そうだけど、どんだけ雨男なのよ。マジで。本当に。あなたが九州帰るって言うから、台風が九州に行ってんだと思うよ。バカ。まあいいや。そんな時間俺にはありません。そうですか。はい。じゃあまたね。じゃあまたね。はい。バイバイ。はい、じゃあね、おやすみ。はい、に。消えた。すご。今、ペットカメラでなんか、喋ってた。待ってね、パパいな、ね、どこからか声が聞こえたね、パパのね。まあ。うん。何しよう。